ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、データの標準化と偏差値について解説していきたいと思います。はい、まずデータの標準化と偏差値なんですけど、これに対応した動画、またはこれに対応した記事を書いたりしてるので、ぜひよかったら見てみてください。はい、で、まずこのデータの標準化と偏差値、これの詳しい解説は、まあ、動画でしてるので、それは置いといて、R で実行する場合、この流れで話します。まず使用するライブラリとデータの作成をして、次にデータの標準化と偏差値の話をします。で、ここまででも別にいいんですけど、まあ、ここまでだとめっちゃ簡単すぎるので、まあ、実際にデータを可視化して、ちょっと考察してみたり、あとはデータと標準化とその偏差値の関係についても可視化したので、この辺をやっていきます。はい、まず実際に実装に入る前に、もう軽く復習なんですけど、標準化はそのデータ、各データに対して、その X、データ X の平均を引いて標準偏差で割ると。これをすることによって標準化ができる。まあ平均が0で分散が1になるように変えられるものでした。で、偏差値はその標準化したデータに加えて10をかけて50を足すと。これによって、まあこれを t とすると、この t の平均が50になって標準偏差が10になるように変形できるようなものです。はい、まず使用するライブラリとデータの作成なんですけど、これは似たようなことをもういろんな動画でやってるので、まあもうパパッと解説します。で、これ、ライブラリーは DPLIR と ggplot2 の2つを使っていきます。で、データはこの数学と英語、それぞれ正規分布から100個取り出すと。まあ、これですね、小数点を除いたものを100個取り出して、それをまとめたものをデータとします。で、最後、ヘッドで確認すると、6個こういうデータが見れます。まあ、数学の点数と英語の点数がこういう感じであると。で、これ注意してほしいのは、数学の平均は30で、標準偏差が5。だから、だいたい、まず25点から35点ぐらいを取ると。まあ、もうちょっと広く取れば20点から40点ぐらい。だからだいぶ難しい問題になってますよね。で、英語は70点で、まあ、標準偏差10。だから平均70で、まあ、ばらつき10ぐらい。だからまあ結構優しめのテストだったんだな、みたいな感じがこれでわかります。で、実際にこれ30点ぐらいのと70点ぐらいのデータが取れていることがわかります。で、これについて、その標準化したり偏差値を見たりしていきます。はい。じゃあ実際にデータの標準化と偏差値を見ていきます。で、まず、これデータの標準化と偏差値なんですけど、これは元あるデータに、まあ、ミューテイト関数を使って、新たにこの数学 Z と英語 Z っていう変数を作ります。で、この数学 Z のところに、このスケール関数、これは標準化の関数ですね。この標準化数学をまあ入れますと。で、英語も同じように標準化英語を入れますと。で、これ、ちょっとまあコメントアウトしてるんですけど、これ、まあ数学 Z に普通に数学引く平均、数学の平均して、まあ、割る標準偏差、数学の標準偏差。で、英語も同じようにやっても、これできます。だから別にこっちでやっても、まあ、スケール関数使ってもどっちでもいいです。まあ、スケール関数の方が簡単なので、こっちでやりました。で、次に、数学 t と英語 t、まあ、それぞれ偏差値に直したものですね。それぞれ、だから10かけて50足したもの、10かけて50足したもの、それぞれ数学 t と英語 t にします。で、これを、まあ、データ new、データアンダーバー new っていうデータに入れて、で、このデータアンダーバーニューのヘッド関数を使ってデータを確認します。で、その実行結果がここにあります。はい。で、これでもともと数学と英語だけだったのが、標準化した数学と標準化した英語。で、偏差値に直した数学と偏差値に直した英語があると。ですので、これもともとほら、数学30点とか英語62点だったのが、これ偏差値に直すと数学50で英語40ぐらいなんですよ。要はこれ数学の方が明らかに低って思うけど、偏差値に直したら数学の方が高いんですよ。みたいなことが、まあ簡単にわかると、これで。要は全然違うテストの基準を、こう、同じ尺度で見ることがこれでできると。はい。で、実際にそれぞれデータニューの、これですね。平均とデータニューの標準偏差をそれぞれ見ていきます。で、まあ、小数点切り落としで見ていくと、それぞれ平均が、まあ30点ぐらい、29ですね。で、これも70点ぐらいってなるのがわかって、それぞれ平均0、0、50、50になってるの、ちゃんとわかりますよね。で、こっちの標準偏差も1、1、10、10みたいな感じで、ちゃんとこの、自分たちの期待通りになっていることがわかります。はい。じゃあ次にデータの可視化をしていくんですけど、これまず何をするかっていうと、まあ、そのそれぞれ正規分布に従ってるっていう仮定をして見ていきます。で、まずこの1個目が普通の元データが正規分布に従っていると仮定して可視化したもの。で、今度こっちが標準化したデータが正規分布に従っていると仮定したもの。で、最後が偏差値に直したデータが正規分布に従っていると仮定したものですね。要は、それぞれのデータに対して、標準化したデータ、偏差値直したデータ、元データに対して、それぞれの平均とそれぞれの標準偏差を使って、まあ、これですね。D ノーム関数を使って、それぞれ確率分布を見ていく感じです。で、これまず X。これ何をしてるかっていうと、まあ、これ、だいぶわかりにくい書き方なんですけど、平均、数学の平均ですね、これ。数学の平均引く 3× 数学の標準偏差。
まあ、要は平均から標準偏差3つ分引いたものから平均に標準偏差3つ分足したものまで、この区間で 0.1 刻みで X に入れてます。で、それに対して D ノームですね、確率密度計算して、それぞれ平均と標準偏差は数学のデータを使っています。で、これを XY として可視化します。で、同じように標準化したデータにも同じような平均から標準偏差3つ分と3つ分。で、この偏差値に直したデータも3つ分3つ分。で、これ正規分布に従っているとして可視化していきます。はい、じゃあ実際これ可視化していくと、まあ最初元データですね。これは平均が30ぐらいで、まあばらつきが5ぐらいになって、まあ大体このあたりにたくさんあるなっていうのを簡単に可視化することができます。で、次に標準化したデータですね。標準化したデータは平均が0で、ばらつきが1ぐらいなので、まあこんぐらいですね。このあたりにたくさんあるなってわかるんですけど、まあ別にこれが分かってもっていう感じで、最後、偏差値に直すと平均が50で、これ10ぐらい。だから40から60にめっちゃいるな、みたいなのがこれで簡単に分かることができるんです。で、これをもとに40から60、だいたいどんぐらいいるなとか、自分が偏差値こんぐらいだったら、立ち位置どんぐらいだなっていうのが分かります。はい、続いて、元データと、その標準化したデータと、偏差値に直したデータ。この3つの関係について見ていきます。まず最初に、この標準化と偏差値変換の関数を作ります。で、これ関数の作り方ってやってないんですけど、まあ簡単です。ファンクションカッコ X の、まあこれ、ちょっと大カッコみたいなのでくくって、この部分が関数です。で、これ、X にこの数学の平均引いて標準偏差で割ると。それを Z として、リターン Z、Z を返すみたいな。で、これどういう関数かっていうと、入力を X として、Z に変換して、Z を返す。入力 X で出力が Z です。まあどういうことかっていうと、入力したデータに対して、これ標準化したデータを返すみたいな関数です。で、これを ZF とします。で、例えばこれ ZF、カッコ50ってすると、これ50点、入力 X ですよね。50点に対して、数学の、まあ、標準化をしたデータ Z が返ってきます。で、これ実際実行したの下にあるんですけど、これ ZF50 を実行すると、こういうふうに50点を標準化したデータが出てきます。で、次にこれ TF。TF は入力 X に対して、これですね。標準化したデータを Z って入れて、それを10倍して50を足したもの。それを T として T を返すような関数。だから、入力 X、元データ X に対して、数学で標準化したデータを入れて、まあ偏差値に直したデータを返すような関数です、これは。例えばこれ TF50 っていうと、50点。取った人の偏差値が出てくると。まあ、これ、えぐい高い数になってますけど。っていう関数を作ることができます。で、この関数を使って、その標準化とか偏差値変換した時の、まあ、データの関係を見ていきます。はい。じゃあ、どういうふうに関係を見るかっていうと、まず、この X にシークエンス1から100まで1個ずつ、まあ、要は1点、2点、3点、4点で100点まで、100点まで取った時のデータを X とします。で、それぞれ標準化、数学で標準化した場合と、数学で偏差値変換した場合をそれぞれ Z、T として、最初に X と Z の関係。で、次に X と T の関係をそれぞれ可視化していきます。まあ、要は横軸がこれ元データで、これ縦軸が標準化したデータの、まずと、こっちは横軸が元データで、縦軸が偏差値のデータ。で、これを見ることによって、要は1から100点まで取ったら、だいたい標準化の点数がどんぐらいになるかとか、偏差値の点数がどんぐらいになるかをこれで見ることができます。はい。じゃあ実際これ実行してって、まずグラフを見てみると、こんな感じですね。0から100点まで取った時の標準化した時、縦0点とか、まあ大体50点ぐらいと、あ、30点ぐらい取ったら0になるぐらいですね。になってます。でもこの標準化したものを見ても、まああんまり考察できないので、次にこれですね。偏差値を縦に取ったもので見ると、これ30点ぐらいが、まあ、50になってると言うんですけど、これ、わかりますか？これ、偏差値200ワンチャン取れちゃうんですよ、これ。100点ぐらい取ると、偏差値200ぐらいいくんですよ。で、まあもちろん偏差値0以下ぐらいもあって、まあこれで元データ何点ぐらい取れば偏差値いくらぐらい取れるっていうのがわかります。はい、じゃあ最後まとめなんですけど、まあデータの標準化と偏差値について、今回はまず使用するライブラリーとデータの作成やって、標準化と偏差値話して、可視化して、まあ最後環境見てったって感じですね。で、最後、なんかすごかったじゃないですか。偏差値200取るかもしれないみたいな。100点ぐらい取ったら200だよって。あれなんでかっていうと、まあ平均が30でばらつきが5なんで、だいたいまあ20点から40点あたりしか取らないようなテストなのに100点取ったら200ぐらいいくよねみたいな感じで、まあ、要は平均点とばらつきがどれくらいかによってこう取れる偏差値の幅って決まるんですよ。で、これが面白いことでああいう可視化をして、まあ、要は英語でも同じようにやってみたり、まあ、要は中身のデータ
要は平均と標準偏差また変えて、なんか試しにさっきのグラフ作ってみたりすると、あ、大体こういう平均でこういう標準偏差だったら、こんぐらいの偏差値が取り得るんだとか見ることができます。はい、いかがだったでしょうか？データの標準化と偏差値について。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。